今回もボロボロだぜ。楽ができる戦場ってのはどこ行っちまったのかね。楽ができたら戦争じゃない。まあ一応一件落着だからいいんだけどよ。なんか腑に落ちないことがねえか。マストライバー財閥のオブジェクトは北の内陸50キロから俺らのいるベースゾーンへと向かってきた。でもそれなら上陸時に海岸線で俺らに砲撃してきたあのスペアのレールガンに電力を供給していたオブジェクトはどこにいるんだ。あのオブジェクトと海岸線でスペアのレールガンにエネルギーを与えていたオブジェクトは別物かもしれねえ。もしかするとマスドライバー財閥はまだオブジェクトを持っているのかもしれねえ。誰の目にも止まらずレーダーやセンサーでも発見できないような謎のオブジェクト。あの両足を負傷されているようですから車椅子を用意した方が。必要ない。ほんの 2,3 時間立って説教を聞くだけだ。動かなくてもいいからね。ほんの 2,3 時間って。席を外せ。さてそれじゃ始めようか。フローライティア・カピストラーの少佐、こちらはなんとか生き残った。とりあえず